ニューヨーク市の警察によると、ブルックリン、クイーンズ、スタテン島の少なくとも9つの異なる店で、連続強盗事件が起きていると述べ、警察は容疑者らを探しています。犯行が映った防犯カメラの映像をニューヨーク市警が公開しました。警察は、容疑者らは ATM の機械ごと持ち逃げし、それを SUV の後ろに積んで逃走した。犯行は9つ全て同じ手口だったと述べています。